ます。はい、ではダブルマイク、俺と辻さん、さあというわけで、ハゼットさんとクロスの10先勝ちということで、難しい。まあそれ俺らもそれがちょっと練習してみる的な意味でもいいかな。なるほどね。多分ニブラスの人たちみたいにうまくはできないから。そう、口下手なんでね。うん、口下手ね。で、まあ、最近ちょっと僕見てなかったんですけど、どうですかこの2人。多分まあキャラの相性もあって、まあ、若干まあハゼさん側が有利かなという感じなんですけど、やっぱりコンボをしてリターンがたくさん目に見えて分かるのはやっぱりハゼ、まあ、カトリーヌ側なんで、まあ、お互い結構平日でもどんどん練習したりとか対戦したりとかしてるから、やる気はお互いかなり同じぐらいあるけど、うん、2人とも10か1に争うやる気で、うん、今一番あるんじゃないかな、うん、今の 2D はうまい。そう、判断がうまい。まあ相当今回これ実況というよりちょっと雑談交えながらっていう形で、まあ砕けてやっていきましょうという形なので、これな10戦勝ち10先です。じゃあ結構長い10先先ある。カトリーヌ戦ってよくあるけど、このどちらかが一方的に勝って終わるという。そうそうそう。で、あの単発火力一回のコンボの火力は瞬間火力か、瞬間火力はそこまで高くないんだけど、なんか気がついたらそのままペース持ってかれてごっそり取られちゃってるっていうパターンが多い。お互いが画面端で叩き落とせる技があるから、もうワンチャンス画面端に行ってワンコンボ崩して終わりっていうの形がすごく多い。フェーズ1ゴー。踊りましょう。気がついたらクロス側が1本取ってるんだけど、最初の1本では大事。そう、まあ気持ちで負けちゃいけない。これさ、多分ブラボー側が飛び飛んでカトリーヌの護衛に勝てるのが多分ジャンシー先端しかないよ。そうだね、ジャンシー先端でも結構怪しい時あるような気がするけど、相打ちもよく見る、うん、ただ本当に相手が認識できないレベルで最速でジャンシーとか振れば崩せるんじゃないかなって思うけど、踊りましょう。そう、ハゼツさんね、まあ、どこも全てのレベルがうまいんだけど、ところどころね、ズーズーしいたく混ぜてくるのがね、ガンダッシュ投げだったり、今のガンダッシュ6B だったり、老怪で、そう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 、害じゃない。そう、ハゼツさんがもともといろんな格ゲーを昔からやってる人だから、なんかね、引き出しが多いんだよ。それは確かにある。お手先のうまさっていうのももちろんあるんだけど、あるね。まあさらにやり込みっていうか対策めっちゃしてるから、正直俺そんなにしてないから、うん、俺もしてないよ分かってる。クティーラー対策しないとまず勝てない。セクシード成功すれば終わる。そうだね、ベルたくさん当たってるだけだから、しっかり殺してくるんだよねこの人。素晴らしい。打って変わって2-0-2-0で1勝1敗、うん、一時期ね、まあ結構前だけどクロスがずっとハゼさんに挑んでて、うん、なんかなんでこんな苦行俺ずっとやらなきゃいけないって本当そう。まあ、ブラボーカトリー相当きついだろうなというのはもう見ててわかるから、横からいけず上からもいけずで、いいね、結局音符とベル設置されてどうやって抜け出そうというか、どっかで相打ち上等でなんかソーセージ放したりとかそういったのもあるから、ちょ音符のダメージがわからないけど、多分ジャンシージャンディで相打ち狙って少しずつ前に出た方がいいのかなって感じはするけど、
ましょう。これ踊りましょう。これで当たっても近づけないんだよね。対飛び道具キャラとの宿命、まあ、かがりもかがり戦でもよくあるこの光景、どうしようもない。あの 6B がね、漫画の方もよろし、下手に動いてカウンターすると上に上がっていくという性能をしてるせいで恐ろしくて手が出せない。ブラボーが今回あのソーセージがタメコマンドに変更されながら、まあ、大体やっぱどのブラボーもしっかり行動という時に後ろ溜めてるよね。確かにどうだろう、普段からブラボーって後ろ溜めてんの、ほぼ常に溜めてるっていう状況。そうね、ブラボー今回、まあ、僕は今回のブラボー使ってないんで分かんなかったんですけど、まあ、大体ここでは絶対溜めとくっていうのを見極めて溜めてるって感じです。結局護衛が引っかかった時に撃つとかそんな感じです。まあ、今回カオスコードで初のため技が出てきたっていうのがなぜかソーセージだったっていう。踊りましょう。でちょっと僕はためキャラあんま使わないと思いつつ、PVU だとためキャラなんで、ね、あいつはあいつも、まあ、常に後ろ入れてるような形だから、そうだ、ね、まあ、いつかレイピアが当たればいいなみたいな。そう、ただそれの弊害っていうのもあって、例えば、まあ、P4U じゃなくてこっちで説明すると、今日試合中に番号さんがやったのが、投げようと思って AC を押したけど後ろのためがまだ残ってて前と AC を押したから、EX ソーセージが出るっていう。まあこれタネに限らずね、なんか投げようとしてパンチボタンの EX 技が暴発するっていうのはよくあることなんです。そうです、仕方ない、宿命じゃない。そう、かがりとかだと投げと思ったら先行それが暴れつぶしになったりするから、このゲームは。そして特殊補正かからない。ヒロエル、あれ投げ誘いだからっていう。いやー、あれはテクイでしょう。これはきついが、よく切り返した。ワンチャンス来て、逃がしたくないが、じゃん、垂直ジャンシー、これです。先に出したもん勝ち。カオスコード上やっぱすんならとりあえずなんか出しとこうで、引っかかったら儲けみたいな。そうそうそう、そういうゲーところどころ結構ありますんで。あるね。まああれは結局テーダーをかぶせ返しができるっていうのもあるから、ジャンプは強い。フェーズ1、そして踊りましょう。ああ、でさっきのちょっと AC 同調子の話なんだけど、ベインで使ってて一番悲しくなる部分が、ハイジャンプ、ジャン A、ジャン B、ジャン C でやって EX 勝利やろうとしたら、なんか投げスカモーション出てるのが一番丸くなくっとはいかん。あれはベイン使いはみんな知ってるから、よくある。で、あれ見てる側もああなるほどね、C 鬼とか出なくてよかったねみたいな。あれ C 鬼出たらもう目も当てられんから、ゲームオーバー。そう、ああやってどこかでダッシュを通す。で今ハズさんもね、こういうだけだね、投げが来ると思って 5C、 うん、あれはやばい。なんで 5C あの性能にしたのか。あーっと当たらない。あれ多分前転しても多分持続で当たってただろうなっていう。そうだね、落下物が最後に。そう、あのね、物理的に見えなくなるのはダメだよ。家庭版グレイユーでいうとほらライチの大車輪とか、ああ特進走とかね、マジで
速くて見えないとかだっけ、物理的に見えないだから。デビルスターブルーン踊りましょう、アイムだヤッ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 。さあどんなにこれだけバージョンアップしてもブラボーがまさかエリアルどころかトリプルエリアルまでやる時代が来るとは思わなかった。完全に投げキャラじゃない、うん、前回なんか引っ掛けて3ゲージ貯めてあーっていうようなキャラだった、ね、ワンチャンキャラだったのに生まれ変わっちゃった。これは1点読みした、まあ、ジャンプ1点読みの3歩で掴めば6かかるからっていう、掴んだら勝ちだった。カオスコード、あれが結構見てて思うんだけど、この前のリブロスの段階戦見てて南本さんね、うん、あれの見極めがすごい。あ、当ててくる。そう、ここはお前絶対飛ぶだろっていうところでしっかり南本やってくるんだよ。でそれが当たってるっていう普通の人にはできない。今3-1かな。さすがにちょっときついかな。まあキャラ差、多分キャラ差的にもブラボーはかなり苦しいんじゃないかな。もう迂闊に飛べないからね。カトリも出世したな。カトリはもっとこそなんか地味にパワーアップしてるのが、5A があの性能になっただけでいろいろと世界が広がったっていう感じだから、これね。本当だって上半身無敵とか真っ青だからまだね、火星保証がないならまだ分かるんだけど、火星保証があるから飛び道具扱い。それ言ってしまうとこのゲーム大抵の飛び道具はそれだから。確かにな、例外でクティーラがいるけど、クティーラの飛び道具は大概発生保証がついてない。あるっちゃある。発生保証っていい響きだよな。そう確かに。まあクティーラで話したいことはたくさんありますけど、これいいペースで取り返すが、まだ、いやこれ EC でしょう。 EC コンだがブラボーなんでギリギリ殺しきらないだろうけど、こういう時に強いタクティカルガード。これはちょっとクロス側が精神的にきついか。しっかり避けるいいウェイレッパー。今のはずさん EC コン完走しても死にきらないんだけど、体力回復もあって割といい状況に戻すことができたっていう。結局音符一発当たったらゲームオーバーみたいな試合になるから、それでいいかっていう EC コン。このゲームバリガとかそういうのがないから、そう、この状況になったら一部キャラ積む、結構なキャラが積むっていう場合がある。オワコンで踊りましょう、踊りましょう、あえんだ、失礼。おっとワンチャンス、ギリギリ死なないぐらいか。まあでも死ぬんじゃん。あ、死んだ素晴らしい見極め。まあ結局こうやって EC コンボ残ってるから、ブラボーが3ゲージ持ったら注意しないといけない。今回餃子があるから画面中央で2万いかないけど1万8000とか9000とかいくよね。結局餃子締めの後が嫌すぎて。そうそうそう。フェーズ1ファイト。
踊りますさっきは踊りますユーモザどうです。ちゃんとしっかり確認してシーラリンしてる。ピオリッチやばい。あっと理想的なピオラス型。あミスってミスるけど、ああ、しっかりフォロー。最近してけどジャンビーのブラボーのジャンビーが実は上に相当強くて、タイプの見た目のグラフィックって多分上に強いんだろうな。セリアのジャンビーとかもそうだし。ああ、そうだね。そう、セリアのジャンビーは相当強いの。なかなかね潰せない。しっかりやらないと。なんかハイリスクハイリターンな羽鳥戦では。写真見て思うんだけど、羽鳥が護衛から2段ジャンプエリアル行きれなくてよかったな。あのノーマルでね。そう、護衛ノーリーグッチャンエみたいな、それできなくてよかった。エーパーになっちゃう。あーっとコンボがうまくいかないけども、フォローから同時アップ。あーっとまあ結局どうなんだろう、減らない。なんだこれ、まあ、あんなに減らないものが。結局当て顔キャンで当てにしてるから向こうは超駒投げっていう扱いにはなってるんだけど、お互い多分無敵はあるのか。今の処理がどうなったかちょっとブラボーが勝ちましたよ。そもそもなんか一瞬止まって、なんか基盤自体も判断に迷ってるみたいな動きしてたから。あそこでブラボー側が護衛とかで暴れちゃうと、まあ一方的に当て身で負けるんだけどっていう。なんかね、タイミングによっては出るよ。護衛だと発生が遅いから。多分顔キャンするタイミングも出てくると思う。サンサン。あれ検討してますね、クロスさん。非常に一発の読み合いがうまい。結局の10先立ちはずっと連続でやり続けるから、お互いの手の内が結構明らかになってきて、それに対しての対策とか、まあ、動きをどう変えていくかとか、そういったのもある。相手の癖を、今日の癖を読んだりとか。相手のその癖を読んで変えてくるのがね、多分あの破鉄さんすごい上手いんだよね。いろんな経験から。そう、あの対応が早いっていうかね、頭の回転が早いから。今の現状だとクロスが盛り返して、クロスが取られてたけど盛り返してきたという感じにはなってる。状況も今の状況では結構五分の試合離して判断が早い。ダブラリー今のはいい判断やった。ザ踊りますよ、歌いますよ、上入れっぱ。うお強い変な当たり方した。踊りますよ、これね踊りますよ。発生早い。これでも倒していた。今の確定なのかな。多分発生3フレだと思うから確定なんじゃないかな。かなり怪しいけど。F 式とか汚いよな。全キャラあるから。全キャラないか。全キャラあるのかな。多分ブラボーはないかな。あるかな。ジャンエンあたりがヘリ次。これまだオフですよ。安定してる。難しい。うまっ。あ、落としても受け身不能なのか。そうじゃないな。投げて寄っていい感じに終わらせて。ブラボーマイフレンド。たく手間取らす。カッコ仮。
クルーエルですよってやつ、あれ最初見た時何かと思ったら確かにね、言ってた踊りましょう、踊りましょう、最初あの顔文字出てきて、なんだろうあれって問題の支援を見ると一発で分かる。あの時なんか正月めちゃめちゃやってましたよね。やめてほしい、うん、正月の間にツイッター上で入った流行ったのがあれと、あの 悪循環か、いたやたらと流行った。おーっとうまいが、うわーっとこれは汚い、さらっとさらっと護衛出しちゃう、とりあえず護衛出しとこうごえかな、ごしいかなみたいな読み合いがあるから顔ごえだー